アニメーション映画監督の細田守と申します。すごい映画だなっていうふうに思いました。すごい意外だったのがコメディとして始まるエンターテイメントな映画だなと思って見てると、その予想を裏切るようなことがですね何回も起こります。想像もしないようなところまで連れてって言ってくれるっていうんですかね、あれすごかったねって、ああなおと思ったらこうだよねみたいなことをね、絶対見た後ね、見た人を探して語りたくなるっていうようなね、そういう映画だと思うんで、まずやっぱり見るしかないっていうね。家1軒、いや2軒かしか出てこない映画なのに、ものすごいでかいなんかね ものを見たなっていう感じがするのも面白いですよね。詳しく言いたいところなんですけど、ポンチョの監督がね、内容を秘密にしてくださいっていう言ってたので曖昧なことしか言えなくてごめんなさい。みんな想像するんですけども、その上を行く映画パラサイト早く見た方がいいと思います。というわけで、細田守でした。パラサイト・オフ・ボンヒューホー、カンヌ国際映画祭最高賞受賞、アカデミー賞最有力。半地下で暮らす全員失業中の貧しい家族。이거가없으셔도네가내대신얘과외선생님좀해줘라기정이가그렇게손재주가좋다매넌이런실력으로왜미대는맨날떨어지냐나야씨죽을래아들아어너는계획이다있구나身分を偽り訪れた先は、社長一家が暮らす高台の豪邸。그동안미술쌤도여러명바꿔가면서해봤는데요하제가사람하나가킥하고떠올라왔는데ようやくたどり着いた理想の就職先。지금진짜로이상한게뭔것같아そこは想像を絶する物語への入り口だった。안되거든인생이파라사이트한치카의가족